野球チャイニーズ台北代表は台湾における野球のナショナルチームである。国際大会ではチャイニーズ台北の故障を使用する。野球台湾代表1984年に公開競技として開催されたロサンゼルスオリンピックでは銅メダルを獲得した。1992年には正式競技となった。 バルセロナオリンピックで銀メダルを獲得している。2001年の第31回アイブフワールドカップは自国開催だった。この大会では日本を下し3位になっている。2004年のアテネオリンピックではアジア予選で韓国を破り3大会ぶりの出場になった。ただ予選リーグで敗退となった。2006年から開催されることとなった。 ワールドベースボールクラシックでは、王憲民や賃金喫茶キラ主力が辞退したこともあり、日本における一次ラウンドで敗退した。2007年の第24回アジア野球選手権大会では、韓国、日本に敗れて3位となったが、世界最終予選に進出した。2007年12月20日、成績不振の責任を取る形で、各大限が代表監督を辞任。 後任にラニューベアーズ監督の高一中が監督に就任した。高一中監督で挑んだ2008年北京オリンピックでは予選リーグで中国に歴史的敗戦を喫するなどを5位で予選敗退。その後高一中監督が退任し後任には婦人大学野球部監督の八戦が就任した。2009年の第2回 WBC では初戦で 韓国に0の9で大敗すると、中国にも1の4で敗れ一勝もすることなく1次ラウンドで姿を消した。そのため、第3回 WBC では予選から出場することとなった。2012年3月に東京ドームで日本代表と東日本大震災復興支援ベースボールマッチという特別試合を行った。 11月10日にキューバ代表とサンダーシリーズという国際試合を行った。11月15日からの第3回 WBC 予選では予選を勝ち抜き本大会へ進出。2013年の第3回 WBC 本戦では1次ラウンドを2勝1敗の1位で初めて突破したものの2次ラウンドで日本、キューバに敗れ敗退した。 11月に日本と2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台ペイという特別試合が行われた。2015年に始まった野球の国際大会の 2015WBSC プレミア12では自国で開催されたがグループリーグで敗退し決勝トーナメントに進めなかった。2016年10月から11月にかけて第1回。 WBSCU-23 ワールドカップに出場予定。2017年3月には第4回 WBC に出場したが、一勝も上げることなく一次ラウンドで敗退し、次回は予選ラウンドから開始することが決定した。この結果については、プロとアマの対立を問題視している意見も出た。ありがとうございます。